1950年式シボレーに取り付けられたカークーラーカークーラーとは、主に戦前のアメリカ社において使用された自動車の窓に吊り下げられたミスト散布式の冷房装置であり、スワンプクーラーとも呼ばれる。このカークーラーは、自動車市場における冷明機のエアコンディショナーである。カークーラーは、空気の冷却に、鮮熱の打ち水の蒸発熱を用いたものである。 クーラー内部の水は蒸発する際に周囲の熱を奪うため、クーラー内部に冷気が生成される。水の蒸発による冷却は湿度が低いほどより活発に動作するため、乾燥した砂漠が多いアメリカが州国南西部、特にカリフォルニア州、アリゾナ州、テキサス州、ニューメキシコ州、ネバダ州等でポピュラーな危機器であった。クーラー内部にはバルサの削りくずが充填されている。 このバルサを介して、水は蒸発し、気化熱で冷却された空気は、クーラーの左側へ放出され、助手席側から室内を冷却する。北米市場におけるカークーラー技術自体は1930年にはアフターマーケットに登場しており、アメリカにおいては1930年代から1960年代にかけて人気を博した。基本構成は、キャニスター式掃除機に似ており、 特にアンティークカーやクラシックカーあるいはフォードモデル A などのホットロットに用いられる。正面から見たカーグーラーこの形式のカークーラーはアメリカ国内ではサーム動車、クレイシケア車、チアーズローバック車、スター MFG 車が主に製造しており構造はファン駆動式とラムウェア式に大別される。ラムウェア式は助手席側の窓に取り付けられ 自動車が高速で前進する際にクーラーチューブ内部を走行風が通り抜けることでのみ動作する。貯水タンクの容量は1ガロンであり、およそ100から150マイルの間空調効果を発揮した。ファン駆動式は徐行中や停車中にも動作する様に設計されており、走行風のない時には電動ファンでクーラーチューブ内に強制的に送風することで冷却を行う。 この形式のカークーラーは現在使用されている空調技術と比較すると非常に古い技術である。しかし、製造メーカーは現在でもアンティークカーやクラシックカーのオーナーをサポートする冷房装置として、このカークーラーの製造販売を今日でも続けている。ありがとうございます。